はい、どうも、カデンでございます。本日はですね、金曜日ということで、こちらの、ヤングジャンプの39号についてね、話したいと思います。本日はですね、まあ、関東カラーにもなっている、嘘食いね。嘘食いがね、前から、まあ、情報出てたんですけども、実写映画化が決定ということでね、まだ時期はね、出てないんですよね。まあ、これもね、本当にちょっとね、こんなに緊迫したデスゲームというか、まあ、ギャンブル漫画っちゃギャンブル漫画か、まあそういった目線でもね、いや、やっぱりね、ちょっとね、ここ異彩を放ってるとは思うんですけどね、ギャンブル漫画の中でもね、それでもね、実写化、まあ実写化か、確かに実写化ですね、どっちかっていうとね、アニメ化よりもまあ実写化の方がね、まあ表現的にもね、見やすいっていうかね、まあちょっとね、見たいって方はもしかしたらめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思いますね。まあでもやっぱ気になるところで言うと、どこの話になるのかなってところですよね。本当にね。ここがやっぱりちょっと気になりますよね。これね、どこだろうな。僕もね、まあずっと読んでんやけど、やっぱちょっと単行本持ってないと、名前があんまり覚えてないですよね。その、ゲームの名前ね。確かにな、なんとなく記憶ではめちゃくちゃ覚えてんやけどな、ああいうのあった、こういうのあったってのはね。まあそこは単行本持ってる人からしたらね、まあ本当にね、あのゲームや名前はどんとちゃんと出てくるんやけど、まあそこはちょっとまだにわか知識の俺からしたらあんまり出てこないですけどね、ちょっとどこかなと思って、まあ序盤の序盤の方かなと思ってね、ただ、バクとカジ君が、カジちゃんが出会ったところの話とか、まあそこら辺は多分出ると思うんですけどね、まあ本当にそういう数えきれないほどのゲームが多かったし、なおかつどんだけ命張ってるんやってところもあったしね、まあそういった目線で見ても、いやー本当にどんだけやろまあどこが出るかって言ってもどんだけが出るかってところありますよね。まああくまでストーリー性もまあないこともないし、そこをどうやって終わらせるんかなってところもすごく気になるしね、もしかしたらまだ続くんかなってところもあるしねここがやっぱりちょっとな、気になるところだと思いますね。まああと表現の自由ってところもありますもんね、嘘食いってね。まあ変な表現っておかしいところも結構あるしねまあそこもまあこの嘘食いの良さでいうか、個人的まあ個性ってところだと思うんですけども、まあ本当にね、どこになるんかな、そこがやっぱり一番気になるところだと思うんでね。まだキャストも出てないしね、キャストか、まあ、キャストもちょっと考えたいですね。キャストはな、なんかめちゃくちゃイケメンはイケメンだけど、なんかね、やっぱり狂ってる人やね狂ってるのがあってそうなキャラの一つだよね。なんかよくある山崎賢人とかな、今な本当に漫画実写化多い人やったら山崎賢人が一番多いと思うんですけど、まあだからそこが神木隆之介とか確かに多いですよね、あそこら辺ね。誰かな、ここ難しいな、考えてもちょっと出てこんな。いやでも考えても無駄かな、年齢設定が多分ちゃんとしてねえかもしんないし、そこを無視してまあ30代の人とか主役になるかもしんないし、まあでも若いから25歳とか損害の人がまあなる可能性も高いですね。考えてもしゃあないところではありますしね。まあ本当にね、いつメディア化になってもおかしくないとは思ってたけど、まあちょうどいいタイミングだったんかな。まあでもちょっと遅すぎるぐらいかな。まあアニメ化は難しいと思ってたんですけど、まあやっぱりね、こういった形でメディア化になるのもね、本当にヤンジャンを代表する長寿作品ね、キングダムと同じぐらいかな。まあキングダムと長いか、ちょっとねそこら辺はねあんまりわかんないですけども、本当にね、1,2 を争う長寿作品だけにね、まあこういった形でねメディア化っつってもね、まあもう本当におかしくないところだと思いますしね、今後もね、ヤンジャン作品のみならず、他の雑誌もねどんどんメディア化進行していってね、世間に広まっていってね、もうこの作品がどんどん知られていくとね、もっと売れると思いますし、もうこの雑誌もねもっと盛り上がっていくんじゃないかと思いますしね、もっとどんどんねメディア化の方も進んでほしいとも思っております。はい、本日はですね、一応関東カラーの嘘食いの、実写化についてねちょっと話させていただきました。まあ今後ももっと出てくると思いますしね、いつロードショーか、まあキャストも紹介されると思いますし、まあその度にも、どんどんね僕とこの動画の方でもね紹介していこうと思いますし、本当にさっきも言ったんですかね、メディア化、まあ本当にね漫画の実写化めちゃくちゃ多くなってると思いますしね、僕も、最近映画見に行ったんですけど、ジョジョ見に行ったんですけど、その中でも予告でもやっぱり結構ね漫画の実写化めちゃくちゃ多い、ちょっと気になってたんでね、ここは本当にね
実写がちょっと毛嫌いしてた自分からしたら、まあもうこういう時代になったんか、やったらしゃあないなって受け入れるところもありますし、メディアからメディア化を見れば、ちょっと変わってくるところもあるしね、あと新たな発見も見えてくると思うんでね、まあ皆さんの方もね、ぜひともね、まあ本当にね、嫌いな人もいると思いますが、実写化もね、ぜひとも見ても本当に面白いと思いますしね、どっちも面白いと思いますし、実写化とまたね、原作と見比べても、それもそれでね、楽しいっていうか、もう間違いなく面白いと思うんでね、どんどんね、実写化の方も見てほしいと思いますし、本当にね、この原作の方もね、まあ嘘食い長いですからね、どんどんこれからもね、どんどん期待していきたいと思います。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。